健康に自己投資してください。はい、どうも、東大阪市慢性腰痛専門整体の院長の岡田と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回は健康に自己投資してくださいっていうことをですね、お話ししていきます。で、この動画をですね、最後まで見ていただくと、あなたはお金に困らず健康でしっかり長生きした寝たきりにならない生活を送ることができます。そして収入も増加していきます。そういった食事に関する情報を今回の動画でお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。一般的に自己投資してくださいって言われると、あなたはお金を使わないといけないって思うんじゃないでしょうか。これはあながち間違いではないんですけれども、でも間違いなんです。食事に自己投資してくださいってお伝えすると、うわ、お金めっちゃかかるやんっていうふうにほとんどの方が思われると思います。けど考えてください。自己投資っていうのはお金が全てじゃないんですよね。これを間違っている方々っていうのが非常に多いです。自己投資、いわゆる投資って何があるのか、これは2つあります。1つはお金です。もう1つは時間です。この2つをどれだけ食事に対して投資できるのかっていうものが、あなたの健康であったり収入を守っていくことになります。だからこそ食事に自己投資をしてください。あなたが病気になったとします。そして病院に行って、例えば手術をしたり薬をもらって長く通院したりするとどうですか。お金と時間が奪われてきますよね。この食事を意識することによって、それってもしかしたら防げたかもしれないですよね。だからこそ食事をちゃんと自分自身で管理して、自分自身にお金と時間を投資してくださいっていうことです。いやいや、でも体に悪いものは美味しいじゃないですか。これは僕自身もね、すごく思います。体に悪いものほどね、美味しいんですよ。マクドナルドね、回転寿司、ラーメン、焼肉、全て美味しいじゃないですか。まあ僕の好みかもしれないんですけれども、けどこれって毎日気をつけろって言ってることじゃないんですよね。少なくとも健康、まあ食事に気を使え、まあお金を投資しろ、時間を投資しろっていうことはですね、例えばめちゃくちゃ高いね、高級寿司屋、高級焼肉店に行く日もあっても僕は全然いいと思います。僕自身も行きたいからですよね。ただそのバランスをとってくださいっていうことがですね、僕は非常にお伝えしたいことになります。もちろんそういうね、縁起のいい日、まあ例えばクリスマスであったりね、正月であったり誕生日であったり、そういう時にすごく高いね、体に悪いものを食べても僕は全然賛成です。じゃないと楽しみがないですからね。けど毎日毎日ね、そんな生活をしてると体はどんどん悪くなりますよね。で、体が悪くなるとどうなるかというと、病気をしますよね。病院に行きますよね。お金がかかります。通院する時間もかかります。そうなるとあなたが働いてるのって何のこっちゃ分からなくなるんですよね。病気をするために働いているんですかっていう風になってきます。ではなくて、ちゃんと収入があって、その収入の少しでもいいです、ほんの少しでもいいので、お金であったり時間をこの食事に回してみてはどうですかっていうことです。そうすることで、仮にあなたが病気になる、病院に行かなくなるっていう風になると、収入を守れるわけじゃないですか。そして病気になるとやはり治ることも難しい病気もあるわけです。だからあなたが今のうちにちょっとでもいいです、これはもう貯金と同じです。体の要は貯金だと思ってください。少しでも少しでもいいので、時間とお金を費やしてあげることによって、あなたの今後の体の健康な状態、病気になるリスクっていうものを確実に減らせるわけです。だからそこに対して今ですね、少しでもお金と時間を投資してほしいなと思います。例えば、まあ、ちょっと国産にこだわった食事をとってあげたりだとか、普段焼肉、ラーメン、寿司、まあ肉、毎日毎日同じようなものばかり、カップラーメン、コンビニで食べている、そんな方であれば、ちょっとでもいいので少しサラダを取り入れてあげるんだとか、これって
簡単ですよね。けど中にはいやお金がかかるし、もう時間もかかるし、めんどくさいっていう人もね絶対いるわけですよ。けどそんな方って時間とお金があってもやらない人なんですよね。僕も今ね、整体院を経営してます。で結構時間がないとか思っちゃう時ってあるんですよね。時間がない、忙しいみたいな思っちゃうんですよ。けどこれ思って、例えばね時間がある時何してるかって言ったら、適当にね YouTube の動画見てちょっとね暇つぶしたりしてるんですよ。だから時間はねあるんですよね。これは自分でもすごく思います。だからあなたも時間がない、お金がないっていう割にはなんかねスマホでダラ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  SNS 見たりとか、お金がないって言ってでもなんかファミレス、コンビニで無駄遣いしているとか絶対にあるはずです。お酒をすごく買ったり、タバコを吸ったり、そこに投資するぐらいだったらここにかけている投資分をちょっとでもいいものに何か投資できないかなっていうふうに一度考えてみてください。そうすると今の生活より少しでもいい方向に変わってくるきっかけになるんじゃないかなと思います。僕自身もお金と時間の使い方っていうものをすごく今も勉強中です。でもお金がない、時間がない、これを言い訳にしている限りは僕自身も変わらないなってすごく思います。実際変わってなかったんですね。ただ最近結構意識をしてね、お金がない、時間がないを、なるべくね言い訳にしないようにはしてきます。そうすると自分の中で無意識にね時間を使うようになるとかね、例えばお金の使い方が変わってきたりだとか、細かい部分ですけれどもちょっと変わってきたんじゃないかなと思います。最近も早起きするようにしています。毎日12時に、寝るようにして朝6時に起きるようにしてます。そしてその朝の時間でちょっと勉強をね、自分自身の時間をね自己投資しているようにしています。前までは夜ですね、2時3時ぐらいに起きて頑張って眠いながらね仕事してたんですよ。けど効率悪いです、頭に入らないですよね。だからそういった面でも僕自身も時間とお金の使い方っていうものはめちゃくちゃ意識してます。だからこそこれを見ているあなたにも時間とお金の使い方っていうものを改めてね、意識してやってほしいなと思います。そうすることであなた自身の体であったり、あなたの周りの環境が変わってきます。少なからず小さく小さく変わってくるきっかけになると思いますので、それのきっかけとしてまずは一番身の回りにある食事からちょっと変えてみてはいかがでしょうかっていう形でですね、今回動画をお届けさせていただきました。なのでなるべくあなたが健康でお金も収入も減らさず、いかに健康で長生きするかっていうことを考えた時に一番投資してほしいところ、ここになります。これは僕自身もすごく思います。だから僕と一緒にしっかり健康をね頑張っていただければと思います。そんな感じですね。今日は具体的なねそういう食事の改善法とかではなくて、基本的なすごく大事なんですけれども、意外とできていないこのお金と時間の使い方っていうものをですねお届けさせていただきました。またですね、この食事を今の動画聞いてちょっと気をつけたいなとか思う人は、下のですね概要欄に脂肪リセットダイエットっていう無料の本をねプレゼントしてますので、そこに登録していただくと本をねプレゼントさせていただきますので、ぜひやってみてはと思います。またファスティングもね私の方から指導させていただければ幸いです。はい、そんな形でですね、今回動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。バイバーイ。